NPO 法人札幌カラス研究会中村です。ここはですね、大通公園の並びです。ちなみに13丁目と言われる、資料館のあるところですね。資料館、昔の裁判所です。で、ここもですね、もう有名なんで場所言っちゃっていいんだろうかって今更なんですけど、ここは結構武藤君が一組いてでですね、年によってはちょっと暴れちゃったりもするんですけども、ここでの巣の撤去って確か私の記憶では数えるほどしかなくて、ここ最近はないですね。ただですね、武藤君自体もですね、前は結構ひな4話とか3話とか出してたんですけども、ここのとこちょっと年齢的な問題なのかうまくいっていないんですかね。ひなの姿見ないです。ただね、そう思っていてもですね、ある日なんか巣立ちして、なんか1ヶ月ぐらい経ってからなんか休止してたりとかも見るので、ちょっと結構やっぱりカラスもですね、謎が多いので何とも言えないです。ただここはですね、昔やっぱりテレビ局にちょっとやらせをやられてちょっと困った時があったんですけど、それ以降ないですね。で、ここの何でしょう、いわゆる資料館と言われる、ここの方たちもですね、そんなに多分嫌が、ウェルカムではないと思うんですけども、時期が来てちょっと威嚇があると看板をつけたりとかね、してくれているので、そんなにこう、いや、意地でも排除しようなんていう感じではなさそうかなと思ってます。今日はちょっとお出かけしていないようなんですけども、ここもね、結構若ガラスがちょっと集まって遊んだりする場所なんで、面白い場所ではあります。それではまた。